渋子はなぜ終盤に崩れたのか。米女子ゴルフツアーの来季出場権をかけた最終予選会2日目3日イコール日本時間4日。アラバマ州のマグノリアグローブクロッシングシ（＝イコールパー72。フォールズ C パー71。注目の渋野ひな子23イコールサントリーは。 終盤に崩れて72の通算にオーバーで72位だった。この日、クロッシングシーでのプレイとなった渋野日向子は前半にバーディー、ボギーなしで折り返し、後半の12バンパー4をボギー、13バンパー5と16バンパー5をバーディーとし、通算1アンダーで迎えた17バンパー3で、 ーのダブルボギー続く18番パー4もボギーと終盤に崩れてしまった渋野ひな子は流れはすごくいい感じではあったんですけど1つのミスで最後落としてしまったのが悔しいと嘆いたこの試合を中継している衛星放送ワウワウで解説を務めたプロゴルファーの東尾道子46は 初日、2日イコール同3日の時点で渋野雛子の終盤失速を予言していた自身も、米ツアーの予選会7年に参加した経験から出場権のかかる予選会は精神的にきついので体力も消耗する焦らないことと指摘していたのだ来期の米ツアー出場権がかかる重要な大会このため選手には 普段のツアー以上にプレッシャーがかかり、スタミナも消費しやすい、体力が削られれば、判断力も低下し、ミスも出やすいというわけだ。すべてのケースに当てはまるわけではないものの、予選経験者の言葉だけに渋野ひな子が崩れた一員といえそうだ。渋野ひな子も一時は44位まで順位を。 あげていただけに。終盤にスコアを落としたのは痛恨だろう。3日目以降に向けて、あとは上に行くだけだと思うので頑張りたいと気丈にコメント。まずは第2重に進むため。残り2日で70位以内をキープしたいところだ。渋野ひな子、やばいなというミス。 曲がり方は少なかった、一問一答米女子ゴルフ、旧シリーズ第1週、第2日3日、日本時間4日、アラバマ州モービル、マグノリア・クロープ、クロッシングズコース6664ヤード、パー72、ホールズコース6643ヤード、パー71、渋野日向子、23イコールサントリーは、クロッシングズコースを4バーディー、2ボギー。 1ダブルボギーの72で回り通算2オーバー145の72位となった渋野日向子は16番にバーディーを奪い1アンダーと伸ばしたのもつかの間続く17番でダブルボギー18番もボギーと最後にスコアを崩した渋野日向子の一問1等は次の通り マイナス二日目。昨日と違うコース。全体的に今日はどんなラウンド支部の雛子流れはすごく良い感じではあったんですけど、一つのミスで最後落としてしまったので、すごく悔しいですけど、でも昨日よりすごく改善できていると思うので、いいように捉えたい。引く昨日は終わってすぐ練習場。 どのような修正を部のひなこスイングはそこまで考えずとりあえず自分のスタンスの向きが思った通りに向けているかどうかというところでやっぱり左に向きがちかなというのを終わってから言われたのでそれを直してという感じですマイナス3番4番連続バーディーで5番6番もナイスセーブ 中でも6番はセカンドを左に引っ掛けてサードは難しいところからどのような狙いだった四部の雛向よい感じで空間が空いていたのでそこからちょっとドローしてくれたらグリーンに乗ってくれたら最高かなという状況本当にバーディーチャンスと言ってもいいくらいについてくれたのであれは本当に上出来でしたパー5で2度のニオン それは迷わず狙った。渋野ひな子そうですね16番はちょっとギリギリではあったけどまあピンポジ的にはアプローチしてもちょっと難しいところではあると思ったので狙っていってもどっちでもいいかなと思って狙っていく選択をしたマイナス2オンにつながるのはドライバーの安定だと思うが。 今日は飛距離も出ていた部の日向子ドライバーは、左のミスがあんまりなかったので、昨日は多かったので、そこは修正したかったので、昨日の練習だったり、今までやってきたスイングの意識を強めて、今日流行ったので、ドライバーショットは今日はすごく良かった。引く今日も林の中とか、ティポット、 くぼみもあった。ナイスリカバリー。成長。渋野日向子にポットに入ったのは運が悪かったですけど、あれは池に入らなくてよかった。奥に行って正解だと思う。6番パー5はセカンドのミスだったので、あそこはなんとか修正したい。引く機能も練習でアライメントを意識。 自分の中では、どのくらい消化できている。部のひなこ多少やばいなという、ミス。曲がり方は少なかったと思うので、昨日よりは若干改善されたと思うけど、まだまだ。残り今週は、あと二日ある、部のひなこ今日取り戻すことができなかったので、明日はニオーバーをなんとかいい分に、アンダーに持ってこれるよう頑張りたい。